まさかあんな風に魔法を使ってまで嫌がらせしようとするなんて。うわそういえばゲームのカタリナも同じようなことをやってたわ。ある日の昼休み、カタリナと手下の霊嬢たちがマリアを囲んで、手下の一人が火の魔法でマリアを害そうとする。そこでキースが魔法で土人形を出してマリアを助けます。そしてキースはマリアを優しく抱きしめるのです。ここのキースがね、ゲームでは遊び人のはずなのに少し不慣れな感じでね、もうそのギャップが燃えるのよね。ということはまたイベント横取りしちゃった。チオルトに続いてキースの大事な恋のイベントを取ってしまうなんて。でもその方がいいかも。二人がうまくいくとカタリナは破滅してしまうかもだし。つまり前回のジオルドに続き意図せず破滅フラグを遠ざけていた。私すごいんじゃない。私もすごいな。とはいえやはりマリアちゃんと攻略対象の恋の進み具合はちゃんと確認しておかねば。こういう時こそガールズトークで恋バナね。ねえマリアは誰が好きなの？え？私はカタリナ様をお慕いしておりますわ。は？私もですわ。それはもう誰よりも。私もです。カタリナ様、みんなありがとう。とても嬉しいけど今聞きたいのはそういう好きじゃ。皆さんよろしければこれをどうぞ。わあ、いただきます。おいしい。マリアちゃん今日も絶好調に可愛いわ。恋愛イベントの一つや二つ偶然にも横取りしたところで攻略対象たちがマリアちゃんにメロメロになるのも時間の問題。対策強化頑張ろう。